クレイトンパイヤーパシフィックリーグの中村のこのプレーボールのコールは6時41分にかかりました。できるかなというね、やや不安げな表情でした。そうですね、やっぱり若干公式戦の調子がね頭入ってるんでしょうけどね、はい、もうあるいはフォークボールシュート、そのコンビネーションで果たして桑田が三振の山を築いていくんでしょうか。ピッチャーの右センター前に抜けないセカンド和田追いついたが、ただピッチャーとしてはこのオールスターゲームやはり一つの、ま、大きなリードを取る佐々木です。2エンド1日本ハム現在ホームランは24本です。ノーアウトランナー二塁一塁、よし、非常に鋭いカルバーでウィンターズらしいですね。さあ KK 対決1球目、そしてバッターボックスが大栄の山本、今日5番に来て江川さんとしてやはりストレート勝負してみたいという常に思えるでしょ、ピッチャーゴロ肩取ってダブルプレーコース1、まあ、熊本から出てきてもう熊本では怪盗という、ね、やはりこの人がバッターボックス入ると怖いなという感じするんですよね。そうですね、初出場の片岡2年目です。片岡は近くでですね野球してもらいたかったということで社会人をと思ってたらしいんですが、大学を卒業して8回目の出場です。33歳、実は田村もピッチャーをやってあまりキャッチャーをやってないそうですね。あ、そうですか。あえなくしかし田村